はい、皆さんおはようございます。ジョイゼロさんです。パトカーに追われつつ走っております。あ、抜いてってくれた、よかった。今日はですね、オバマとカラツにですね、取り残しのチンポがあるよと、視聴者様に教えてもらったので、こちらを回収しに参ります。あー、やべえ、雨降ってきた。あー、くそ、雲はそんな厚くないのにな。もうだからもうこの辺越えるの嫌なんだよな。やっべ、この辺は降るんですよね。こう熊本と、福岡の県境あたりはしょうがないんですよね。ああ、そういや名古屋町、地震ありましたね。名古屋町です。震度6弱ということで結構肝冷やしましたけども、まあこうして見るとまあそんなでもなかったから良かったのかなと思います。まあ、怪我人の方はいらっしゃいましたけれども、まあ、直接的な、死者、亡くなられた方はいなかったのでですね、それは何よりだったかと思います。名古屋町はですね、今度、あれです、大河ドラマになる、イタテンに出てくる、金栗四蔵の生家があるところなんですね。これから盛り上がっていくところなので、まあ、ちょっとですね、最初聞いた時はどうなることかと思いましたけど、見た感じ、まあそんなでもなさそうなんで良かったです。まあ、マグニチュードの規模が小さかったのと、あと震源が浅かったからですね、良かったのかなと思います。はい、鳥栖ジャンクションですね。ここから長崎道に入っていきます。長崎道は楽しみですね。風強いけど結構綺麗なんでですね、好きなんですよね。はい、金龍のサービスエリアですね。こちらはですね、徐福伝説、始皇帝からあれですね、不老不死の薬を探してこいと言われて旅立った人ですねの、がその徐福がですね、来たという伝説がある公園がここつながってます。昔何度か来たことありますね。まあうさんくさいっすわよし、ちょっと休憩していきましょう。はい、タクインターチェンジですね。唐津へ降りる、出口です。ここからですね、何キロぐらいかな、あと30キロぐらいで、目的の場所へ着きます。正直ですね、目的地の場所、太閤一里塚っていうんですけれども、そこはGoogle で検索しても事実登録はされてないとこでした。なんだろう、記事はあるんですね、そこに行きましたって記事あるんですけど、地図は、出なかったんでですね、まあ、ちょっと向こうで迷うかもしれないです。まあ、近くのポイントは押さえましたんで、そこからちょっと探してうろうろする感じにはなりますかね。よいしょ、来てないね。あー、 ETC あると楽ちん楽ちん。20キロまで落としてた。はい、った行きましょう。はい、どうも。お、なんか看板がある。あ、なんかこれっぽい赤いトマト、これだ。となると太閤一里塚ってのがこの辺なんだ。よいしょ、ちょっと向こう行ってみましょう。あった、見つけてもうた。さあ、どこに止めよう。あそこ止めていいのかな。よいしょ、まあとりあえずちょっと見つけてもうた。はい、失礼します。ここもなんか裏から入るっていうのもちょっとなんかこの苔の形が嫌ですね。なんか病気っぽいそんなこと言っちゃいけないんでしょうけど。はい、ということで、太閤堂にある一里塚にある道祖神です。
こちら、陽石ですね。でこちら陽石、そしてこちら、隕石ですね。であそこにも、陽石が置いてあり、こちらにも、陽石が、あ、隕石がございます。穴開いておりますね。ここから入れると雲が糸張ってんよ。おい、ありがたや。はい、太閤一里塚の道祖神、無事拝むことができました。なかなかのデカさですね。でまた結構ギミックも凝ってますんで、目立たない場所にありますけど、ぜひ皆様一度お越しください。はい、それではですね、また次の場所へ行きたいと思います。次はですね、雲仙、オバマの富津というところにあるですね、沙央御前というところに行きたいと思います。いきなりこれ逆だな。おい、よし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 、怖い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 、よし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 、砂利道の U ターンは怖い。でけてててててて、なんか島原道路とやらに入ってきました。まあ、あの Google 先生の言う通り行くしかないんでですね、自動車専用道路っぽいですね。どれがどの道やら全くもう、さあオバママウンテンオバママで12キロですで、結構これ結構傾斜きついですねこれ。あ、なんかお腹の肉が揺れるのが分かる。あー、いい景色いい景色。ボヨンボヨンするボヨンボヨンするまああえて乗るあ、なんか楽しい楽しくなってきたあ、なんかお腹もすんごいボヨンボヨンになるこの辺の裏手みたいなところにあるって話なんですよね。まずはその行ける道っぽいの探さないといけないんだよな。さお、ん？これだ、さお御前様って書いてある。はい、さお御前様入り口ですね。普通入り口交差点から普通の街中に入ってちょっと行ったところにありました。こっちから見るとちょっと読めますかね。バイクではちょっと無理ですね。車も無理です。で、この道をちょっとじわじわと進んでみましょう。はい、沙央御前様です。お、アフリカツインだ。はい、というわけで富津にある沙央御前様でした。途中途中でですね、私富津富津って言っておりましたけれども、正確には、富津でございます。今ここでお詫びいたします。これでですね、私のところに、来ている情報から、行ける神宝様というのは全てになります。前回雲仙大仏祈りの里で撮った動画が、まあ、最後って言ってましたけれども、最後のまとめ動画を作る前に、新しい情報が2つ、今回の神宝2つですね、教えてもらいましたので、まとめ動画の前に、こちらの方を撮影させていただきました。また次の動画でですね、そのまとめ動画を作りまして、神宝のですね、一覧みたいなものを作りますので、そちらを見ていただいて、まだ私が行ってない神宝を知ってるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、YouTube のコメント、もしくは Twitter などで教えていただけるとありがたいです。それがある程度たまった時点でですね、番外編という形で、神宝ツーリングを行いますので、よろしくお願いいたします。は
はい、というわけですね、これでですね、人保ツーリングはですね、もう本当に、最後となります。あとはですね、スペシャル版、番外編、特別版みたいな感じで、途中途中で分かったやつとか、県外のですね、そういうところを行った時に、動画にするという形になるかと思います。まあいろんなことを、言われました。人保ツーリングでは、まあ、大概の方はまあ喜んでくれてるんですけれども、まあねいろんなことを、まあ、言う人もいらっしゃってですね、まあ、表には出てきてないだけで裏では言ってるみたいなこともちょっといろいろ耳にはしてるんですけれども、まあ僕自身面白かったんでそれでいいです。人が楽しんでもらうよりですね、自分が楽しんで動画作ってですね、それを楽しんでくれる人もいるという形が一番いいんじゃないですかね。というわけでですね、まあいろいろと、いろいろ波紋を呼んだ人保ツーリングですけれども、これにて一旦閉幕と、あとはまとめ動画でよろしくということになります。今までありがとうございました。はい、というわけでですね、本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。まとめ動画ですね。では。